はいどうもこんにちは、おもチャンネルです。さあ今回ね、はいこちら見ていきたいと思います。はい、今ねスーパーで出始めておりますが、はいこちらカルピスのねオリジナルのトミカ、カルピスかき氷か、こちらで、ね、見ていきたいと思います。はい、去年だったかな、一昨年だったかな、まあ引き続きですね。はい、今年もねやってまいりました。スーパーでカルピスを買うともらえるトミカですね。で僕はね、あの濃縮タイプのあのカルピスのやつね、子供たちがめっちゃ飲むやつ、それに2本買ってこれ1つもらったんですが、まあちょっとキャンペーンの詳細ごめんなさい今覚えてないんで、まああの朝日飲料さんのねホームページとか行っていただければね詳細はわかるかなと思います。で今回このトミカなんですけどもね、箱はねはいざっとねこんな感じになっておりまして、まあちょっとこう通常のねサイズより大きな箱なんですが、まああのダイキャストではないですね。本体は ABS ということで、まあ基本成型色でできているといったね感じですかね。で、あ今ちょっと書いてましたね、あの非売品ということで、まああのキャンペーンのねトミカになっております。あの地域によってこうなんていうかいろいろね早く出てきたりとか遅く出てきたりとかねする場所があるみたいなんで、まあ、気になる方はあの近くのスーパーとかでね聞いてみるのがいいかもしれません。結構イオン系列とかそのあたりがまあ結構あったりするんですかね。さあそれでは、ね、見ていきましょう。で あとね、またあのバーコード集めてね送るともらえるキャンペーンとかも始まったんで、トミコ見終わった後ねちょっとね詳細を伝えたいと思います。さあ前はブルドーザーとかねそういったやつだったんですけども、今回はかき氷カーということで、ではではちょっと見ていきたいと思います。おーこっこっちはなんか結構まああっさりしたデザインですけども、わーかっこいい、これ思わずかっこいいって言っちゃったけど、どっちかというとかわいいですねさあそれでは出していきますか。あこっちか、ここですね。よしよしよし、行きましょう。なんか素敵ですね、これぞカルピスっていう感じの車が今年は登場ですね。さあさあそれではねちょっと見ていきたいと思います。まずね、まあボディはの成型色なんですが、まあ結構見事ありますよ。フロントの部分ねこんな感じです。さあこれはエルフかな。はい、フロント顔の部分こんな感じになってますね。まあ、特にヘッドライトとかのね塗装はないですね。バンパーがブルーのねカラー入ってますね。で上ですね、ここにトミカ50周年のロゴが入ってる。これ結構嬉しいね。なんかこれだけでもほんとちょっとダイキャストではないんですけど、なんかトミカ感がやっぱしっかりと出てるんで、うん、前のキャンペーンの時よりほんと全然いいねこれ。結構嬉しい。うん。で、カルピスのロゴね、こっち入ってて、で、反対側のドアにもあります。で、側面のデザインは、はい、こんな感じですね。いいですね。ここね、カルピスのロゴちゃんと書いてて、で、後ろがこれね、あの、かき氷カーということで、屋台になってますね。ギミックはね、これ屋根がね、こう、パカッと開くんですよ、これ。で、これはこの状態止まるのかな？あ、止まりますね。あ、これも出てくる、のれん出てくる。ちょっと待って。これは、どうやったら出せるのこれ。ちょっと難しい。あ、出てきた、出てきた。おー。あ、めちゃめちゃ可愛いね、これ。カルピス氷のね、これ。のれんって言っていいのかな？こんな感じのね、看板が出てきました。で、中にはね、こうね、かき氷のイラスト書かれてますね。で、かき氷作る機械とかあって、メニュー表です。カルピス氷、いちごメロン、ブルーハワイにカルピスと。いいね、もうカルピス飲みたくなってきた、これ。めちゃ可愛いね、これ。こういうギミックってありね。これぜひ普通のトミカでも出してほしい。で、タイヤのデザインですね。まあ、トミカならではのね、デザインなんですが、こちらはあの、プリント仕上げになっております。まあ、なので、感覚的にはこう、ハッピーセットのトミカとか、そういった感じでいいんじゃないでしょうか。うん。でもなんか、いいね。ほんと、オリジナリティがあって、今回のは。うん。で、後ろ行きましょう。はい。テールの部分はこうなってます。ここちゃんとこうね、ドアですね。屋台の中に入れる扉がついてますね。ただまあ、形だけなので、開けたりすることはできないです。で、レンズとかは特に塗装は入ってないですね。で、反対側の側面、まあ、後ろ側です。はい。こちら側は、まあ、シンプルにね、こんな感じになっておりまして、で、上ね、屋根の部分は、はい、このようになっております。で、底の部分は、と、おっと、こうしましょう。はい、こんな感じで、トミーと書かれてますね。いや、いいね、これ。結構気に入りました、これ。で、この車両ね、サスペンションとかのね、ギミックとかないんですが、もうね、さっきからね、こう見てます、この屋台ですね。この部分ね、のれんの部分が出て、屋根も出ると。ね、素敵なギミック付きのね、車両になっておりました。いいね。これがちょっとね、スーパーでカルピスとかね、ジュースもらってね、もらえるなら、ぜひぜひ、まあ、暑い夏乗り切るためには、もう、皆さん、カルピスですよ。あと、あの、16茶とかなんか多分そういったものもね、あと何だったかな、なんかブドウジュースとかなんかそういったものもいろいろあるんで、ね、自動販売機とかで買うよりね、ほんとスーパーとかで買った方が絶対安いんでね、まあ、ぜひキャンペーンを見つけて、このトミカもついでにね、手に入れてね、買ってみてください。もう夏といえば清涼水絶対買っちゃうもんなんでね、そのついでに、これはもう素敵なミニカーになってます。
でさらにですよ、キャンペーンの情報ね、はい、こちらね、朝日飲料さんの公式のページにあります。今年もね、はい、やってまいりました朝日の夏笑顔で楽しむキャンペーン2021オリジナルグッズが当たるということで、今回もトミカとプラレールとリカちゃんの3点ですね、3種類のね応募品がありまして、で期間がねもう今年の本当夏です。もうすでに始まってます。7月のね5日からだったと思いますが、こんな感じで今年2021年9月の1日の水曜日ね、消印有効になってるんで、それまでにね応募していただければなと思うんですけども、はい、商品ねトミカコースということで、まあ大体のねバーコードが1枚1ポイントなんですけども、まあ6枚をねこうハガキに貼ってくると、こんな感じのねオリジナルのお祭りトミカセット、これが当たります。いやー素敵ですねこれね、ほらカルピス提灯積んでたり、あとこっちなんだこれ、おーこれ多分なんかあれかな、氷とかいっぱい詰まっててカルピスいっぱい売ってる車かなね面白いですね。でこっちがなんかこうみこし積んでますね。いやなんかもうめちゃお祭りって感じで、多分これペーパークラフトなのかな、こうジオラマ付きにもなってると。これ多分これ自体はまあ今のところ全部多分イメージだと思うんですけど、まあこういった感じのものが当たると。でこれがね結構敷居がね高めなんですよ、1000名様なんで。まあ前の時僕ちょっとやっぱ外しちゃってね結構送ったんですけど、外してしまったんですが、まあ6ポイントでこれが応募できると。で続いてプラレールもね同じような感じなんですが、はい、こちらはね今回ね夏祭りのオリジナルセットということで、まあいっぱい入ってると思うんですけど、これはねドクターイエローの T4 編成がねついてくるんですよね。もう普通のプラレールです。さっきのお祭りセットのトミカは多分 ABS だと思うんですけどね、こんなねもうドクターイエローのこのボックスに入ってね、いろんなグッズが届くと。でこれ自体はなんかレールはついてませんって書いてるんですが、このセット内容を見るとこれレールがあるんですよ。ここでほらスタートレールキットもあるので、これいいね。うん、であと夏祭り情景ペーパークラフトっていうのがあるんですけど、花火とかね屋台とかいろいろあるんですが、もうこれ絶対さっきのトミカのお祭りセット、このジオラマと組み合わせて遊びたいみたいなそんな感じのねジオラマセットになってるんで、いやこれも素敵なセットだと思います。プラレール夏祭りボックスですね。これも6ポイントかな、6ポイントで1000名なので、僕多分ねこのね2つで行こうかなと思うんですよ。プラレールとトミカにねこう割り振ってバーコードね送ろうかなと思ってるんですが、まあこのリカちゃん好きのね方がいらっしゃる方にはこのリカちゃんコースというのもあります。これも6ポイントでちょっと人数多めですね、2000名様なんですが、カルピス浴衣ドレスリカちゃん、これはね僕かなんか言っちゃうのもなんかあれなんですけど、可愛らしいリカちゃんですね。うん、素敵なドレス、はい限定カルピス柄、これ結構でもやっぱなんかすごい価値出てきそうなね、リカちゃん人形ってなんだかんだでね高くなってるとかあるんで、まあなんかお金の話するとあれなんですけど、すごいいい価値の出そうなリカちゃんがね当たるのかなと思います。これが2000名なんで、まあうちね下の子娘なんで、ちょっとこれもねもう今回やっぱ応募しようかなと思うんで、リカちゃんとトミカとプラレールですね、まあ5口ずつぐらい応募できたらいいかなと思ってますね。で一応下にね対象商品の一例がありまして、まあ三ツ矢サイダーとかウィルキンソンで16茶ですね。我が家は結構16茶を飲むことが多いんで、はい、これで多分ほぼ応募すると思うんですが、それ以外にアカルピスですね。これ寄縮タイプだとこのねバーコードが1枚ね2ポイントになるんで、これ大きいんでね、これね飲んでるご家庭とかもいっぱいあると思うんで、まあ、ぜひぜひ今後はねこうバーコードを捨てずに応募してみてください。ハガキに貼るだけで OK だと思います。で一応下にもキャンペーン期間ですね、はい、こんな感じでさっき言った通りに書いてありまして、で商品も文字情報で書いてあります。で応募方法は、まあ、今見た飲み物以外にも朝日飲料の、まあ、ペットボトル飲料ですね、100から660かな、これ細かく書いてるんで全部読むとあれなんですけど、まあ、結構幅広くいろんな商品で応募できるみたいなんで、ぜひぜひ皆さん、ね、トミカ好き、プラレール好き、そしてリカちゃん好きの皆様はもう今年の夏は朝日飲料を飲んじゃいましょう。で応募宛先が書いてあるんですが、下に専用ハガキもあるんで、僕はもうこのハガキをダウンロードしてねいっぱい応募するんで、まあ、これでね応募されるとね楽だと思います。であとはもうパパーっとこれが注意事項ねいろいろ書いてあるんで、まあ応募される方はね読んで応募してください。はい、ということで今回はですね、まあ今ねこうスーパーとかでねカルピスとかを買うと配られているカルピスかき氷か、こちらをね見てみたのと、あとね応募について詳細ねちょっと話しましたが、さあさあいかがだったでしょうか。まあ応募はねもう皆さんもちろんガンガンしていただいていいと思うんですけど、いやとりあえず
もうお手軽に手に入るこのかき氷カーは、まあ、ダイキャスト製ではないんですが、もうほんとね、素敵にね、楽しめるミニカーになってると思いますんで、ぜひぜひこれはあのコレクションの一台にね、加えていただきたいなと思いました。キャンペーンが始まるね、時期は地域によってね、それぞれ異なるとは思うんですが、ぜひね、お近くのスーパーでね、探して手に入れてみてください。ほんと、楽しめるものになってます。ということで今回はね、この辺りにしてくれたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のね、チャンネル登録やコメント評価、どんどん待ちますので、よろしくお願いします。あと、ツイッターやね、インスタ、そして最近では LINE の公式アカウントの方でね、そちら限定のね、動画も配信してるんで、ぜひね、お友達登録よろしくお願いします。では、今回もね、最後までご覧いただきまして、本当にありがとうございました。またね、他の動画でぜひお会いしましょう。では、ね、ごきげんよう。さよなら、バイバイ。